はい、それでは伊沢さん、はい、引き続きですね、はい、ピンのグライド 4.0 の4つのグラインドですね、はい、の指導をお願いいたします。はい、状況はですね、約ピンまで20ヤード、はい、で打ち上げが少し、まあ、1ヤード入ってるか入ってないかぐらいな感じですかね、はい、でグリーンエッジからピンまでは近くて、で風はフォローなので、うん、はい、どっから打っても難しいという。なるほど、なるほど。シチュエーションです。まあ、そういうあれですよね、状況ですよね。はい、ここはね。はい。うん、で、じゃあここはで、ね、ちょっとスピン性能を確かめていこうみたいな。そうですね。感じでよろしいでしょうか。はい。はい。先ほどのノーマルでもちょっとお話ししましたけど、まあ通常の状態と多分ここでこの濡らして、はい、ハイドロパールの効果っていうのもまたちょっと楽しみなところなので、はい、ここでもしかかったら相当すごいと思います。さすがに無理だと思うんですけど、まあ、どのレベルまで来てくれるのかなっていうのをちょっと楽しみに。わかりました、はい、じゃあちょっと伊沢さんのねスピンのテクニックと、はい、ピンさんのね、はい、そのなんか性能といいますか、それをちょっとじっくり拝見させていただきたいと思います。はい、じゃあまずは S ですね、S から、 S グラインドから、はい、お願いいたします。はい、お願いします。ちょっと戻す感じですか、これだと。そうですね、ね、まあ、この状況だと。いや、これ今僕一発って思いましたけど、はい、おそらくスピン性能かなり高いと思います。エメリーです。なるほど、ここでエメリーが出てくるんですね。はい、サメ肌エメリーですから、ね、なるほど。ザラザラしてますから。なるほど。はい、スピン性能高い。ちょっと高い印象が今受けましたね。おしっかり戻ってますね。はい、うん、まあ、もちろん傾斜もあります。しっかり戻ってますね。はい、うん、まあ、もちろん傾斜もありますけれども、いや、うん、でもすごい乗り感がこのピンさんのウェッジは強いですね。スタンダードの S でもしっかり乗ってくれる。はい、普通にメッキアリの中では一番入るぐらいの勢いかもしれないですね。ああ、そうですか。そう、今までもう基本ね、ずっとノーメッキっていうあれだったんで、はい、初めてですよね、メッキありをね。メッキありでこの感じは、もしノーメッキっていう選択肢がなかったとしたら、はい、僕これ選ぶかもしれないですね。これだけこのメッキだったらやっていい、こんだけスピンが入ってくれるなら、うん、いいですね。いいですね。いや、全然いいと思います。今もちょっとこう、はい、スピンが入りづらいラインちょっとあえて置いたんですけど、はい、それでもまあ安定して入ってくれてるんで、そろそろいきますか、ハイドロ。はい、今拭いちゃいましたけど、なんか僕癖で拭いちゃうんですけど、ちょっとラインもちょっとスピンが入りづらいラインなんで、うん、ちょっと厳しい環境で、さすがに無理だと思うんですけどね、うん、ああすごい、ああすごい、あ、遜色ないですね。まあ多少やっぱ戻らないっていうのはありますけど、うん、フェースにはちゃんと乗っかってくれてるんで、うん、いやこれはちょっと衝撃ですね。これはもう、もし
かしたら伊沢さんあれですか、ピンのウェッジ自体初めてですか。そうですね、ここまでなんかちゃんと打つっていうのは。そうですよね、はい、まあ多分、まあ、だいたいプロの方ってそうなんですよね、はい、あんまりこう他メーカーで打たないから。さすがにこれはちょっとポッコンしてくれましたけど、うん、でも乗る感じが強いなやっぱり。さすがにこれはちょっとポッコンしてくれましたけど、うん、でも乗る感じが強いなやっぱり。これでもね、多分見たらねフィンの人喜ぶよ。本当ですか、ね、絶対いやだからやっぱこうやってね、やっぱいいものはねちゃんとね、はい、ちゃんとね、はい、ちゃんとね、はい、評価してね、はい、こうちゃんとね、はい、評価してね、はい、本当売れてほしいから、はい、まあさすがに今のも濡れてない時に比べたらスピード弱いですけど、うん、でも濡らしてる中では強い方だと思います。なるほど、なるほど。別にこれ濡らさなくてもいわゆるこの何ですかね、 S スタンダードのあれからしてみると非常にスピン性能も高い、はい、スピン性能が他のメーカーと比べて圧倒的に高いと言っても過言じゃないぐらい、うん、ああさすが。さすがにこれはポッコンしてくれた。ああさすがにこれはポッコンしてくれた。あれでも僕はいいと思いますね、うん、いい方だと思います、うん、まあギュッていう感じではないですけど、うん、でもこう前にダラダラっていく感じではないんで。なるほどなるほどね。ちょっと伊沢さんこれね、はい、まあフェースって拭けるじゃないですか実際、はい、例えば雨の時とかでも、はい、でもボールって拭けないじゃないですか、はい、だから逆いきましょうか。じゃあ逆ちょっとやってみてもらっていいですか、はい、その方が多分なんかリアリティあるというか。なるほど、ボールびちゃびちゃでフェースは拭いてみたいな感じで、はい、これはなんか面白い試打動画になってきましたね、うん、いやでもね、まあ、もちろん前作が評判高かったから期待はもちろんしてたんですけれども、思わぬなんか新しい評価軸が生まれた。はい、うん、あー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 、こっちの方が乗るわ。乗る、乗ります。あーこっちの方が乗るわ。乗る、乗ります。実使用問題なしですね。実使用の方がいいですね。いや実際こういうことですもんね、雨の日ということは。そうですね、うん、フェースは拭ける、ボールは拭けない、ボールはびちゃびちゃ。なんかあの本当にすごい時ってなんか何も出ないんだなっていうのはこのことかなってちょっと今逆に、はい、そうですよね、はい、伊沢さんがじゃなんかこうなんか味を噛みしめてるみたいな。あのなかったんで今までやっぱこういう経験が、うん、いやまあそうでしょうね。ノーメッキ、あの伊沢さんがメッキありをもうそうですし、うん、ノーメッキでもこうやって濡らした状態でスピン打つっていうのは、うん、こんなにはかからないんで、これは僕も今までサンドウェッジいろんなことやってきましたけど初めてですね。あーあーすごいすごいすごい。
わあすごい、すごいすごい、相当すごいです。相当すごい、相当すごい。ピンのウェッジ使ってるプロって誰いるんですかね。もちろんピンの契約プロはほぼ間違いなく使ってると思います。意外契約結構ね、10本とか11本とかあってセンス多い中でも、はい、ほぼほぼ使ってると思いますね、これは。ただ契約外で使ってる方がいるかっていうと、はい、まだこの良さ伝わってないと思うんですよ。そうですね、はい、だ契約外で使ってるっていう選手は少なくとも私は知らないですね。なるほど、はい、もうちょっとこれじゃ行っちゃって大丈夫なのかな。行っちゃってください。いやあ、あれだけこう振っていくか、まあ、振れば振るだけちょっとこう下抜けやすいんであれですけど、はい、いやあ、あれだけこう振っていくか、まあ、振れば振るだけちょっとこう下抜けやすいんであれですけど、はい、振っても乗ってくれる感じなんで使いたくなってきましたね。すごいと思う。だから多分ピン使ってる選手のスピン量結構多いんじゃないですかね。誰だろう、金谷くんとかですかね、ピン。ああそうですね、うん、金谷選手そうですね。あピン、でも確かに金谷くんとかスピン入る印象ありますか。ありますね、まあ、もちろん技術も素晴らしいと思うんですけど、うん、このウェッジの部分の要素の恩恵も大きいですよね、当然あるのかもしれないですね、うん、いやボールビチャビチャで効くってすごいね。すごいですよね、うん。これはちょっと抜けたけど、あこれはちょっと抜けたけど、普通からしたらあれもなんか止まってるじゃないですか、はい、はい、ちょっとスピンのもちろんこうかかる時もあればかかんない時もあって、この幅がすごい少ないです、はい、安定してる。安定してますね、うん、はい、まあ、それはまあんだけ濡らしても大丈夫ってことは、はい、通常の時はもっとないと思うんで、うん、はい、ってなるとそのやっぱスピン打った時ってその誤差が出すぎちゃうんで、はい、距離感が合わなかったりとか怖いですもんね、はい、なかなか使いづらい要素があるんですけど、それが少ない。おそらくこれだからわかんないですけど W とか、うん、E とかでこれをやったらもっとそれが少ないのかなっていう、まあ、まだ仮説ですけど、うん、僕の頭の中ではだとしたらまたこれもすごいなってことになるんですけど、ちょっとじゃあこの後のグラインドも楽しみですね、はい、そうですね、はい、アンダーパーゴルフクラブ、このチャンネルではですね、僕の得意としている、ウェッジを中心とした、内容になっております、チャンネル登録と、高評価よろしくお願いいたします。